ついにやりましたね。ミラの最後です。ミラがいなければトアも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずるいんじゃねえか。変だ。ちょっと聞いて、やるしかねえか。あら！サンキュー、助かったぞ。の代わりに時間を稼いでください。怖い顔になったって何とも怖くない。とろけた顔ってとんでもねえ強さ。神武がここまですげえやつだなんてありっこねえと思う。3人になるってな。遠心班の技も木が減ってるわけでもねえし。どうやって殺そっかな。Yeah!
ジンブル、俺の声が聞こえるか。なんだ、あと2日待てばお前よりずっと強いやつが現れる。きっと戦うと面白いぞ。だからそれまで地球を破壊するのはよしだ。俺より強い、そんなやついるわけないもんね。いるんだもんね。連れてこい、殺してやる。だから2日待ってくれ、そしたら必ず現れる。やったな。お前と戦うのも面白い。その強いやつが来るまでお前俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや、何ですかそれは。どことなくまがまがしい気を感じますが。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人。何者ですかそいつは。以前も話したでしょう。昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王神。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻。直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは、時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラはそこに閉じ込められていたはずなんだけど、少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。